覚えているか？忍耐が何とやらを教えてくれたことを。無限先生の忍耐を見せてもらいますよ。マサル、余計なことは言うな。大事なことはこれからだ。昇様、無限先生、マサルさん、どうされたのですか？おいよ、世はお主と会えてどれだけ嬉しいことか。いい知らせがあるのですね。影様は倒されたのですね。残念だが、ことが大きく変わってしまったのだ。おいよ。失敗したのでございます、龍之介様。どういうことですか、おじ様。何をしているのですか。なすべきことですよ、マサル。はい、父上。無限、頼む、説明してくれ。できませぬ、すみませぬ。無限、どうして。龍之介。終わりだ、マサル、出発の準備をしろ。わかりました、父上。なぜ、なぜ殺す必要があったのか。どんな狂った頭をしているか。この今ある平和を世は好まぬ。我らは刀を持つ者だ。兄は盲目だ。お主たちも分かるはずであろう。武士は義務を負う。存在義務がなければ命にも意味はない。そして世の義務は日本を真の栄光へ導くこと。お主の義務は果たせぬようではないか。何ができる、何がお前の義務だ。別れだ、無限。もう会うことはない。遠くへ、どこへ連れて行かれちゃうの。これが裏切りの続きじゃな。上様のご子息に何をするつもりなんじゃ。無限、死なないでくれ。ここから出なければ。くそ、畜生。逃げる場所にいろよ。やったぞい。それは何だ。うん、知らせろ。やったぞい。勝負打つなど。どうやって。その首。やったぞい。私には勝てんわい。幽霊ではないのだぞ。殺されたのだな。よし、やったぞい。おお、やったぞい。違うだ。よし、やったぞい。何もないぞ。誰か逃げたぞ。出口を守れ。牢屋から離れるな。杖はあり、足もある。つけてやるからな。
暗躍がなければ無意味じゃ。下に岩棚がある。ダメ、出られない。バカ、見張りは落ち着きがないな。刺激することもできるか。クマは今どこにおるかの。侍からネズミの歯を取り戻せば。ダメよ、出られない。バカ、ここに隠れられる。何か使えるかもしれない。好きなだけ祈るがいい。銃に入れる何かがあれば二人を助けられるかもしれん。誰を止めようとしているんだ。空になった檻を見たら侍は嫌な目をしてる。いけませぬ。したいようにさせてもらう。やったぞい。やったぞい。やったぞい。敵は銃を持っておる。卑怯者め、ここ一帯を捜索しろ。足跡か、奴らを見かけたか。聞いておくれ。任務に戻れ。よし、行くんじゃ。引けるんじゃ。よっこ、気を引くんじゃ。面倒だな。誰を止めようとしているんだ。
何もしてないではありませんか。関係ない。サブ、なんじゃ。聞きつけるんじゃ。あの音は向こうの方だから、いいか。何か聞こえたぞ。